富士見中学校高等学校は東京都練馬区中村北4丁目に位置する私立中学校高等学校。2011年度から高校募集を停止し、現在は完全中高一貫校である。最寄り駅は西武池袋線中村橋駅。見学の精神は純真、勤勉、着実。学内の廊下、階段の踊り場、ロビーなどに、 学園所像や帰宅の美術品が飾られている。鳥の工事が作詞、岡本俊明が作曲で4番まであり、2番、3番、4番と進むにつれ、2部、3部、3部合唱になる。歌い出しが、不死身の里の少女僧であることから、生徒のことを少女僧と表現することもある。少女僧は、乙女草と読む。 1950年4月に制定された交渉は、丸みを帯びた逆三角形で、ハート型をイメージしてできたもの。拡張点は、富士山の山頂を模した形になっており、中央に、不死身の F が書かれている。中学は赤字に、白字の F。高校は白字に、赤字の F。中学はセーラーブク。高校はブレザー。コートは、中高圏用の B コート。 または、ステンカラーコート。中学の制服は1952年4月から。高校の制服は1990年4月から。変更前の高校の制服は、白いエニエリブラウスに黒いジャンパースカート。正確に言うと、ジャンパースカートではなく、ボックスプリーツのスカートと事例。 冬服は、紺のセーターと、襟なしブレザー。ブラウスにはピンタックが入っていて、この下カーブは、ハートの形を表しているという。中学までは松、竹、梅、菊、桜、桃と植物の名前でクラス分けされている。高校は、2005年度の高校入学者の代から7クラス制が廃止となり、藤組は2020年度では、高3のクラスのみとなっている。 最近では大学の進学パターンが多様化しているため不士組ができる年もある。以前は最多で12クラスあり、そのクラス名は現在の6クラスに富士、ユリ、萩ギ、ラン、スカエデの6クラスがあった。中学高校合同で行われる。毎年生徒発案等で種目が変わる各職対抗の競技のほか 新校舎建設に伴って、新校庭での体育祭が始まった2017年から、午前は、中学1年生、中学3年生、午後高校1年生、高校3年生の4学年が創作ダンスを行う。その中でも、高校3年生は、扇とゴースを使った創作ダンスを、先生に指導を受けつつ基本性と主体で一から作り、制服姿で、 約20分間行うのが伝統となっており、6年間の集大成として毎年大きな感動を呼んでいる。文化祭は、布節祭と称する。布節とは、富士山の雪の意味。この名称が決定したのは、昭和63年のことである。布節祭は、9月の最終土曜日と日曜日の2日間に分けて行われる。体育祭と同様チケット制である。 体育部、文化部、同好会、課題教室、平成26年度からは、創立80周年記念事業として、校舎の改築がスタートした。そして、平成30年8月、図書館が完成し、すべての改築工事が完了した。富士見中学校の学校情報によれば、系列高校での募集はない、と掲載されている。ありがとうございます。